はい。ファンタジスターサッカーチャンネル、始まりました。前回動画では、鈴木淳にこう、まあ、インターハイの話から、こう、市立船橋高校のね、久しぶりにこう、出たってことで、体育科に所属してた、まあ、OB のその、体育科の素晴らしさ、良さをちょっと語ってもらったんですが、今日、ちょっと、また、まあ、インターハイに絡めてなんですけれども、今日のテーマなんですが、前評判が高いチームに対して、こう、まあ、どういうふうな姿勢、まあ、意識で戦っていくかみたいな、なんか鈴木淳のその考え方っていうか、そういうところをちょっとお伺いしたいんですけど、市立船橋高校って、あんまり強いとことやったことってあんまりないですよね。自分たちが強いんで。いやいや、強いところとやったことはないっていうのは語弊がありますけど。あ、うん、わかります。だから、うん、同じぐらいってことですよね、その格的には。なんか。うん。まあでも、実際に僕たち、僕がその高校生の時に、まあ選手権の2回戦かな。今は清水桜ヶ丘高校、まあ僕たちの時代の時は清少。清少。うん。と対戦した時は、うん、前評判的にはやっぱり、勝ったことがないっていう、こう、今までの歴史。そして、市船は清少には勝ったことがないっていうのが、すごくこう、出回ってたというか。すごい、なんか、刷り込みになってきますよね。これ、受け取り方を間違えるとね。うん、まあ、だからそういうのもあって、はい。まあ、でも、その、朝岡さんも実際に自分も、市船の OB でもあって、まあ、そういう情報も知っていたし、でも逆にそれを選手のモチベーションに変えた。うん。っていうのは、まあ、本当に朝岡さんの素晴らしいところだったなっていうのを思いますよ。だから本当に試合の前とかに、まあ、そういう話をミーティングでして、今までの歴史では市船は清少に勝った歴史はないと。でも、お前らは歴史を変えろみたいな。ああ、なるほど。感じの話とかもしてもらって、まあ、まあ、それをモチベーションをうまくこう、いい方向に持っていった朝岡さんの能力というか、うん、ここはやっぱりすごいなってやっぱり思いましたよ。その監督がそういう雰囲気作り、うまく利用してやった、うん、作ってたってことなんですね、もうお前らと。じゃあ、実際、もう鈴木淳なんかこう、ピッチに立ってた時は、もう心理的に後に引くような感じじゃなかったってことですね。全然受けに回ることはなかったですよ、みんな。そんなにやっぱり高校生で、うん、まあ相手がどこどこだとかで、うんうん、こう受けに回るみたいなことはなかなかないと思うんですけどね。なんでしょうね、こうやる前から決まっちゃってるじゃないですけど、その、うん、その精神的に後ずさりしてると、だからそこの戦いっていうのもなんかあるのかなと思って、その監督のミーティングもそうですし、そのアップとか、特に青森山田高校のアップを多分見たことある方分かると思うんですけど、すごいこう、うん、大きな声出して、みんなでこう、なんか雰囲気作っていきますよね、ああいう。あれ見てると、うわーって。圧倒されるところもあるかもしれないですよね、やっぱり。あれで圧倒されてたらもうダメなわけじゃないですか。うん。そのなんか自分たちで声をこう、なんかこう、アップの時から、声出してとか、鈴木淳たちの時代ってなんかあるんですか、市船独自のなんかそういうアップっていうか。まあやってましたよ、ブラジル体操とか、うん、やってましたけど、どうだろうな、そんななんか意識的にめちゃくちゃなんか、いやでも本当みんななんか集中力を高めるためにこう、まあ、声は出してやってましたけど、でも、うん、強い以上にというか、なんかめちゃくちゃでかい声出してこうやってたっていうよりか、まあ、みんながこう士気を高めて、集中力を高めて、うん、まあ、やってたっていう感じですかね、僕たちの時は。なるほど。なんかまあね、よくね、ああいう夏のフェスティバルの会場とかでも、ちょっとまた試合とは違いますけど、なんか、自分の不安を吹き払うのに一生懸命で、なんかやたらめったら、がなってるって言えばいいんでしょうか。これ聞いて、そういう気分悪くしたらごめんなさいね。その人には。なんかね、そういう、あ、不安の裏返しでやってるのかなっていう子も、なんか、大人になって分かるようになって、あ、そういうのの裏返しっていう。なんか、面白いですよね、そのアップっていうか、まあ、そういうところってすごい、
ね、皆さん指導者の方ってすごく重要視してると思うんですけど、高校生の時とか私分かりませんでしたからね、そういうの。あ、そうですね、まあ、チームの色はやっぱり出ると思いますよ。うんうん、で、まあ、それこそ本当前評判で、まあ、最近であれば青森山田とかってなると、うん、まあ、ちょっと一歩引いちゃうチーム多いんじゃないのかなっていうのは思いますけど、うんうん、どうなんですかね。鈴木なかなか難しいですね。だからなんかこう中京大学の時とか、例えばね、明治とやるとかなった時とかどうだったんですか、その時のね。ほら、まさに前評判は明治大学が強い。いや、そりゃだって僕たちの時代の時の明治大はもうスタート全員プロですからね。そうですよね。まあでも負けるつもりで行くわけじゃないんで、まあ、全国大会で最後の、まあ、引退が決まった試合ではあったんですけど、うん、1回戦勝って2回戦明治、うん、まあ、ここ勝ったらいけるだろうみたいな感じのことはやっぱみんな思ってたとは思うんですけど。あ、結構じゃあもういい感じじゃないですか、試合望める姿勢としては前の試合。まあ、でも結果だけ見れば、まあ、普通にやられて、うん、まあ、負けたんですけど、うん、うん、なんかね、その辺のね、メンタリティー、鈴木純は例えば仮に大丈夫だったとして、でも他のチームメイトをこうやっぱりね、自分一人じゃ無理なわけですね。二人じゃ、チームメイトが、あ、こいつちょっとなんか、あ、やばいってあるでしょ。そういう時にね、そうなっちゃうとやっぱチームとしては難しいじゃないですか。まあ、やっぱ経験が浅い選手がやっぱり緊張してとかっていう、その明治がどうのこうのっていうよりかは、うん、まあ、全国大会の舞台で、うん、まあ、緊張してとかっていう選手も多かったですし、うん、まあ、ましてや相手が明治とかってなると、うん、まあ、やっぱ消極的なプレーというか、うんうん、をする選手もやっぱり結構いたとは思いますよ、うん、それどうしようもないですよね。そういう状態だとなかなかチームとして難しいですよね。でも僕はその近くの選手には、まあ、困ったら、まあ、とりあえず俺のところボール出せ俺なんとかしてやるとことは言ってたんですけど、うん、まあでもね、そんな思うようにいかないこともありますし、うん、まあでもその選手をカバーしてあげることが、うんうん、まあ自分にできることかなっていうのは思ってたんで、まあ、特に後ろの選手もあったんで、うんうん、まあそういう感じですかね。まあ常に声かけてあげたりとか、うん、まあ、大学生になるとね、またちょっと高校生と違うんで、うん、そのアップの時にちょっと緊張してるやつがいたら、もう何緊張してんだよみたいなちょっと茶化したりとか、うん、まあそういうことはみんなこう4年生は特にやってたっていう感じですかね。おお、なるほど。そうか、だからやっぱそういう全国初舞台だとか、そう、前評判の高いっていうのももちろんそうなんですけど、うん、なんかそういうのに対応できなかった、いや、できててもまあ結局力の差があれば勝てないっていうのはもちろんあるんですけど、うん、なんか今年のね、インターハイもそういうのが実はなんかあったのかなみたいなね。3年生で僕レギュラーとしてフルでこう試合に出るのはレギュラーで初めてだったとか、例えばですけどね、うん、やっぱそういうのは往々にしてあるんでしょうね、きっと。まあでもその僕はもう今指導者になって、こういろいろ指導者になってからやっぱりいろいろ感じることもあって、はい、トレーニングではすごくコンディションも上がってきて、すごく良くなってきてる、成長してる。でも、うん、実際の公式戦になったりとか、うん、まあ、例えば練習試合でちょっと格上のチームというか、うん、やった時に自分の実力を発揮できない選手というか、はい、練習ではこんなにできてたのに、うん、まあ、試合になるとなんかちょっと萎縮しちゃってるとか、自信なさげにプレーしたりとかっていうやっぱ選手もいるんですよね、はい、でもやっぱ指導者になっていろんなことに気づくこともありますし、はい、でも本当に自信がないからそうなってしまうんだなっていうのは思ってて最近。なるほどなるほど。自信をつけてあげることというか、自分でその自信をつけていくこともやっていかなきゃいけないし、その指導者が選手たちに自信を持たせてプレーできるような
環境を作ってあげるというか、うん、まあ、そういうのもすごく大事だなっていうのは最近すごく思って、うん、やっぱり練習が全てじゃないですけど、うん、こう練習がいくら良くても試合になった時にこう自分の力が発揮できないとかっていう選手もやっぱいるんですよね。あ、なんかも、ね、もどかしいですね、うん、でも僕はそれ含めて実力だと思うんで。あ、なるほど。実際に練習で良くても、うん、試合で実際に自分の力が発揮できないっていうのは、うん、そこまで自分の力がないっていうことだと思うんですよね、うんうん、それを勘違いして自分はもっとできるのに、うん、練習ではこんなにできてたのになんで試合ではこんなにできなかったんだろうっていうのは、うん、ただただ自分の実力不足というか、うんうん、まあ、経験不足というか、まあ、その自信をしっかりつけてあげるだけのトレーニングをやってきたかやってきてないかの違いだと思うんですよね、うん、まあ、そこを選手たちに自信持ってピッチに立てるような環境もそうだし、それまでのトレーニングをしっかり積んできてあげてるかによって選手のピッチの立ち姿は変わってくると思うんで、うん、それはやっぱり特に今大学生でもそういうの結構あるんで、うんうん、感じるところではありますよね。なるほど。そうか、自信ですね、要するにキーワードは。まずこれ例えば杉野その、まあ、いろんな今出した例の他にはやっぱりそのトップチームにこう上がるっていう選手がいて、まあ、トップチームと紅白戦をするとかっていう場合もそれが当てはまるわけですよね。その、まあ、力が、うん、まあ、現状上だっていう相手に対してこうどう戦っていくかっていうか、うん、っていうところもやっぱりなんか萎縮しちゃうともう話にならないですよね。そうですね。なんか実力試す間もなく、そう試すわけじゃなくて、もうその最初のところのこの心の持ってき方でもうすでに、でも、もうせっかくこうチャンス与えられてるのに、無駄にしちゃうというか、うん、うん、まあそういう経験ももしかしたら大事なのかもしれないですけど、一回ぐらいは。そうですね。で、悔しくて、頑張るっていう次、うん、そうですね。まあうちの大学でもそうやって、まあ、僕が今見てるカテゴリーとトップチームと紅白戦やらさせてもらったりする機会もありますけど、うん、やっぱりこう自信持ってプレーするためにはそれなりのトレーニングを積んできて初めてそれができると思うんで、うん、それがね、まあ、適当っていう言い方したらあれですけど、なんかこう意識レベルも低くて強度も低い練習を常にしてるときに急に上のチームと練習試合とか紅白戦やってもなかなかねそんなうまくいくわけじゃないんで、うん、まあそのトレーニングが一番厳しいぐらいの環境を作ってあげるっていうのが選手の自信にもつながると思いますし、うん、まあ、あとはその経験を積んであげることとか、うんうん、メンタル的なコントロールとかもやっで行かないといけないのかなっていうのはやっぱり思いますよ。そうですよね。だから鈴木さんおっしゃった通り、その強度の低い意識の低い練習をしてて上のカテゴリーとやった場合、余計に自信なくなっちゃいますもんね、そんな状態でやられたら。まあ自信なくなるというか何もできなくて終わっちゃうと思うんですよ。うん、なんかどっちにとっても無駄な時間に終わってしまいますね、うん。僕はいつもその僕が見てるカテゴリーの子たちにはそのトレーニングでやってきたことしか結局は出ないから、うん、ピッチでは。だからその中で相手があるスポーツだから、うん、ミスは別にしてもいいと、うん、でもそのトレーニングでやってきたことをこうチャレンジしないのは僕は嫌だと、うん、チャレンジした上でそれでも相手がいるスポーツだからそれがうまくいかないことは絶対ある。でもそのチャレンジをまずしないっていうのはうまくいったのかうまくいかなかったのか、自分が練習でやってきたことがゲームの中で出せてるのか出せてないのかがわからない状態っていうのは良くないよって言って、うんうん、それをしっかり出した上でうまくいったいかなかった、じゃあこういうところをもっと改善していかなきゃいけないとか、うん、で次につながると思うんで、それがこうチャレンジもしない練習でやってきたこともゲームで出さないってなると、じゃあ何を改善するんだって、うん、次に進めなくなっちゃうから、う
あくまでもその公式戦だろうが練習試合だろうが紅白戦だろうが次の成長につなげるための機会なわけで、うん、その1回で全てが終わるわけじゃないし、そのサッカー人生がその試合で1個で終わるわけじゃないんで、それを次につなげるためにもいろんなことをチャレンジしたり、練習でやってきたことを出すこと。だから僕はいつも選手たちにはその練習でやってきたことをゲームで出すイコールその発表会っていう言い方をしてるんですよね。発表会、なるほど、うん、だから合唱コンクールとかっていうのを高校の時とか中学の時にやったことがある人がほとんどだと思うんですよね。だから選手たちにも合唱コンクールとかお前らは中学とか高校の時でやったことあるやろっつって、うん、でその本番の発表会のためにみんな練習して歌合わせたりとかいろいろやってるわけじゃんっつって、はい、それと一緒だよ試合はっつって、練習でやってきたことを出して、うん、うまくいくかいかないかはその次につなげるためにやってるわけだから、その発表会で合唱コンクールだったらもうそれで終わりなわけだけど、うん、サッカーは違うわけじゃんっつって、うん、また次の日練習して改善していけばいいわけでしょっつって、途中に座って発表会があるだけで、うん、まあ、そのためにもまずやってきたことを出さないと、勝負にこだわりすぎてその勝つためにリスクを避けたりとかするだけであれば練習でやってきたはほぼ出ないよっつって、そこに判断とかはあるけど、でも練習でやってきたことをまず出していかないと、うまくいったのかいかなかったのか、何を改善すればいいのか見えてこないよ選手たちもって、自分たち自身もそういう改善、何を改善したらいいかっていうのは見えてこないから、うん、次につながらないよ、だから、まあ、発表会だよっていう言い方をいつもしてるんですけど。なるほど。だから鈴木これ、まあ、プロじゃないし、今教えてるところはアマチュアだし、はい、だからなんかねガチガチにこうガッて守ったりっていうことは鈴木潤はやらないんですよね。発表会じゃなくなっちゃいますよね、それでやると、うん、そうだね。だそういうことはあんまり僕はしたくないというか、うん、だってやってきたことしか出ないですから。うんうん、いや重いですね今のことは。プロになった人が言う言葉ってやっぱそういうもんなんですよね、きっと。やってきたものしか出ない、うん、なんかやったことないような、うん、なんか例えばこれ古いのかな、オーバーヘッドキックみたいなね、いやいやそんなのもう無理だからみたいな、練習でやってたなら別ですけど、ゴール前でね、まあそのね、とっさに体がね反応してそういうプレーが出るとかっていうのは別にね、それはいいことだと思うし、あ、それはそうですね。でもそれがなんか10回も20回も同じようなプレーができるかって言ったら、練習やってなかったら出ないと思うんですよ。はい、うん、だからそのフリーキックとかも一緒なんですよ。ああ、なるほど。フリーキックとかを試合の時にこう蹴る選手がいて、全然入らない、枠にも行かない、いやそりゃ練習しないからでしょっていう、うん、それはたまたま一本いいところに行ったりすることはあるかもしれない、それで1点取ることはあるかもしれないけど、じゃあそれが1年間のリーグ戦の中でまあ5点6点7点フリーキックで直接入れれるかっつったら、練習してなかったら多分そんな甘くないと思うんですよ、うん、たまたま1点2点入ることあったとしても、だから練習しなさいよっていつも言ってるんですけど、うん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 、だから練習やったことしか出ないよっつって、うん、出たとしてもそのたまたまね1回運がよく出たりとか、うん、なんかそういうぐらいのレベルで常にこうその自分の力を出し続けるためにも練習しないとダメだよねって言って、うん、だって練習しなくて別にうまくいくんだったら練習の意味ない、練習やらなくていいじゃんってなるじゃないですか。うん、そうですね。ね、